もうちょっとね、そうやって市民を怖がらせるようなね、そういった格好をやめたらいいんじゃないか、親切にもそう言っていただけます、しかしながらね、だからなんだっていいんですね、僕は、背広でスーツでいいこと言う、そういうやついっぱいいましたよね、皆さん。かつて、今も政治家さんでしょ。スーツで聞こえのいいことをいっぱい言って、いいことやってくれたのかよ、お前ら。分かってんのか。誰も政治家はね、国民のために何かしてくれてましたか、皆さん。今大人気のね、テレビに引っ張りだこの吉村知事ね、なんで人気あるんですか、あいつ。何かやってくれたのか、俺たちによ。俺たちが彼のおかげで幸せになりましたか、皆さん。彼がやった政策によって大阪が元気になったんか。全然いい政治してないじゃないですか、皆さん。なんじゃあいつ、偉そうにテレビにいっぱい出て、私はしっかりやってますよアピールしてるけど、何もしてないじゃないか。そうだろ。でも人気あるんですよ、鬱陶しいけどね。え、まあ、俺のね、近所のおばちゃんとかね、吉村さん素敵だわってしっかり物を言ってね、あの喋り方がいいわって言うんですよ。喋り方はバカか、何もいいことしてないやんか。喋り方が良かったらいい政治家なんか、この野郎。テレビにいっぱい出てね、人気あんの当たり前でしょうが。どんな汚いやつも毎日毎日テレビに出たらそれなりに不安つくわ。毎日毎日吉本と結託してんのかなんか知らないけども、テレビに出て顔を打って人気当たり前だろ。そういう政治なんて言うんですか、皆さん。政策とかそういうのをそっちのけで人気だけでやってる、そういう政治なんて言うんですか。中具政治だろうが。人気だけ、一番くだらない政治、それが中具政治ですよ。人気があっていいんであれば、ビートたけしにいいじゃないですか、皆さん。やってもらえよ、ビートたけしに。キムタクでいいだろうが、キムタクで。そういう政治をずっとやってきたから、こんなくだらない大阪になったんじゃないですか、皆さん。いざね、なんかカッパがないとかね、うがい薬でコロナがなくなるとか、アホなことばっかり言ってんでしょ。何やってるんですか、あいつは。テレビ出過ぎなんですよ、テレビ出過ぎ。ちゃんとしっかり府民のために政治しろや。さっき言ったんですよ、大阪維新の会のね、事務所に行ったんですよ。俺はしっかりやってるとか言ってきながら、休みでしたよ。で、なんて言ったか知ってますか、俺たちに。休みの日に来ても仕方ないんじゃないですか。なんでやねん。俺たちがこうやって仕事を休みの日に政治活動して24時間365日毎日毎日運動して仕事してるにもかかわらず、あいつがなんで休めるんだよ。俺の方がよっぽど政治活動してるじゃないですか、皆さん。休みなんてないんですよ。なんであんな高給取りに休ませるんですか、皆さん。働かせろ、あいつに。働いて働いて働かせろ。死ぬまで働かせろ。それが国会議員の、そして政治家の役目なんじゃないんですか、皆さん。みんな甘いから舐められてるんじゃないですか、皆さん。お前らが甘いから、政治家に甘いから調子こかしてんですよ。調子こいてるでしょ、あいつ。調子こいてるよな、吉村。テレビ出てな、芸能人気取りやないか。芸能人か、政治家は。芸能人なんか
ちゃうでしょ。もうね、ああいうねバカが調子こいて政治をすると国力が落ちるんですよ。国力が、国家の力が弱くなっちゃうんですよ。あいつ、ああいうやつがやっちゃうと。なんでか、市民の目ばっかり気にしてね、決断できないんでしょ。ちゃんとこうしろああしろって上から指示できないんですよ。下から突き上げられて、ああこっちやっちゃう方がいいかな、こう言われるからこうしとこう、そういう政治家ばっかりでしょ今の政治家は。本当にコロナが怖いんであればロックダウンしっかりしろよ。しっかり出てくんなって言ってみろ。何が緊急事態宣言だよ。今ここフラ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 みんな密に歩いてるじゃないですか。余計人密になっちゃってんじゃないですか皆さん。8時までしか店開けちゃいけないよ。だったら8時までにみんな外出するだろうが。夜遊んでるやつ、そういうやつもみんな8時までに遊ぶだろうがよ。キャバクラの朝とか昼とか開けてんだろ。一緒じゃないですか。出てくる数は一緒じゃないんですか皆さん。だったら別に何もしない方がマシだったんじゃないですか皆さん。コロナが減ってる、減るわけないだろ。なるようにしかならないんだよ、ウイルスなんだから。人間様がどうにかしたって何にもならないんですよ皆さん。俺はコロナのことをコロナ様って言ってるんですよ。コロニャンかコロナ様って言ってるんですよ。人間よりウイルスの方が偉いんだよ。人間なんて別にこの地球上にいらないだろうが。自然を破壊するしね、何もいいことしやしないでしょ。コロナがね、一生懸命生きようとしている人間にね、利用してね、コロナも必死で地球上で生きようとしているんですよ。それをね、ヒューマニズムか何か知らないけど、死ぬのが怖いね、そう言ってね、コロナを悪者にしてね、駆逐しようとしている。駆逐できるわけないじゃないですか。ウイルスの方が強いんだし、なるようにしかならないにもかかわらず、コロナ撲滅しようとかしてるんでしょ。そういうことするんであれば、本当にしっかりとウイルスと共生するためにも、しっかり政策しないといけないじゃないですか皆さん。コロナで何人死んだとかどうでもいいよ。そんなことよりも、コロナが蔓延しようとして、そしてこのコロナを駆逐はできないけども、人間が生きれるように制御しようとするんであれば、コロナ様申し訳ないですけど、人間もね一生懸命生きてるんで、ちょっと僕たちにウイルス打さないで、ウイルスはびこらさないでください、はい、そういう気持ちでね、国境封鎖してね、ロックダウンしてね、その代わり家にじっとしてしますよと。俺たちはもう外にも外出しません、我慢します、楽しんだりしません、遊んだりしません。そういう快楽にうつつを抜かして生活をしたりしません。そういう我慢の気持ちで生活しなくちゃいけないんじゃないですか。もっと言うと、仕事休めとか家から出るなとか言ってた為政者、政治家どもが快楽に溺れて毎日生活してたらダメなんじゃないでしょうか皆さん。なんだよ永田町のあのよ、銀座で女囲って遊びほうけてたやつは。どうせよ吉村とかも夜遊んでんぞ。あいつらこそ外出禁止にしなくちゃいけないんじゃないでしょうか皆さん。あいつらこそ本当のウイルスなんだよ。みんなあいつらこそ駆逐して
害虫なんじゃないでしょうか、皆さん。そういうね、ああいうバカみたいなね、何にもしない、国民のことも考えない、私利私欲通り通略の人間がね、この大阪でね、権力握ってね、いいようにしてんのがムカついてたまんないですよね、皆さん。なんであいつがいい思いしてるんですか。いや、頑張って仕事してると思ってんでしょ、皆さん。してないですよ、今日休みでしたから。みんなね、一生懸命働いてるにもかかわらず、コロナでね、休業を余儀なくされてね、働くなって言われてるんですよ。働くなって言われてね、お金も儲けれない、明日どうしようか、途端の苦しみにあえいでる、そのね、府民をよそめに、あいつはたんまり給料もらって休んでるんですよ。事務所大阪維新の会は、そんなこと許されていいんですか。俺たちは仕事するな、金稼ぐなって言われてるんですよ。すごいことじゃないですか、皆さん。昔は働け働け、働いたら国力が高くなるね、テレビも車も買えますよ、どんどん働け、残業もしろって言ってた権力が、今は働くなって言うんですよ。何言ってるんだと。そう思うとか、普通の人間なんじゃないでしょ、普通の人間じゃないですか、皆さん、と思うでしょ。働くなってすごいことなんですから。でも言った以上はね、まあ、それもね、大阪府民のためだ、国民のためだ、そういう気持ちでもって命令するんであれば、自分自身がしっかりと国民の前でね、規範を示してね、俺もこんだけ我慢して、こんな血へどを吐いて一生懸命政治するから、国民の皆様も僕についてきてください、信じてください、そういうことを言わなくちゃいけないんじゃないですか、皆さん。